国賓としてイギリスを訪問している天皇、皇后両陛下は28日、それぞれが留学していたオックスフォード大学を訪問された。皇室番組の放送作家の告げ典子氏によると、天皇陛下が雅子さまとの訪問を強く望まれていたオックスフォードは、お気に入りのパブに通い、テニスを楽しみ、一流学生としての自由な時間を過ごした思い出深い場所なのだという。遠くない将来。 同じオックスフォード大学で学んだ雅子と共に、イギリスの地を再び訪れることができることを願っている。イギリスでの留学経験をまとめた天皇陛下の著書、テムズと共にイギリスの2年間、が、2023年に学習院創立150周年の記念事業の一環として真相復刊された際、陛下が、復刊に寄せて、に綴った言葉だ。天皇陛下はオックスフォード大のマートンカレッジに、 雅子さまはベイリオールカレッジにそれぞれ留学経験がある。今回の放映で帰国の途に着く前に、それぞれの地を訪れ、陛下の願いが実現したのだった。皇室番組の放送作家、告げ典子氏は言う、留学していた時期は異なりますが、だからこそ逆にそれぞれの思い出話で盛り上がるのではないでしょうか。当時 陛下がオックスフォード大学に自転車で通学していた小道もまだ残っているそうです。昔の路地が残る大学付近の街をお二人で歩かれたら、懐かしい思い出に浸ることができることでしょう。パブで、なる人です。柘植氏は天皇陛下と同時期にオックスフォード大に留学していた日本人男性に、当時の様子を取材したことがある。男性によると、 オックスフォード郊外にある老舗パブに行くと、留学中の陛下が店内にいらっしゃった。視線を向けると目があったので、緊張しながら近づいて自己紹介すると、はじめまして、なる人です、と気さくに挨拶を返してくれたのだという。陛下は同じテーブルに誘ってくださり、どんな勉強をしているかなど、ザック・バランに気さくにお話ししてくださったそうです。900年以上の歴史がある。 ザトラウトインというパブで、陛下はそのお店の雰囲気がお好きだったそうで、その時はウイスキーをお飲みになり、よくいらしていたそうです。